皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はこちらですね、ビーレジェンドプロテインナチュラル風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。多くのお客さんにね問い合わせとかいただくんですけど、ナチュラル風味って一体どんな味なんだっていう声が結構ね多くあって、まあ、その辺をねこのレビューでお伝えできればなと思っておりますんで、まあ早速ね飲んでいきたいと思います。でこちらのね1キロサイズ購入していただきましたら、こちらのね赤いフィルムに入ったスプーンが一緒に付属されます。こちらのねスプーンにすり切って入れていただくと、まあ大体 30g 計量できるようになってます。こちらをすり切って入れていただいたら、タンパク質がね 20g 取れるね設計になっておりますんで、ご安心ください。特に水の方なんですけれども、まあ大体 150ml から 300ml の間でご自身のねお好みの量に調整していただいて飲んでいただければいいと思います。僕自身はまあ大体いつも200ミリぐらいがちょうどいいなと思ってますんで、だいたい200ミリで飲んでます。で、200ミリ入れたものにすり切って一杯入れてシェイクして飲んであげてください。それではね、早速ちょっと飲んでいきたいと思います。本日はね、こちらのね、お試しパックっていうものが展開されておりますんで、こちらで、ね、飲んでいきたいと思います。開封。で、こちらのね、お試しパックにはもう切り取り線がありますんで、ここから開けていただければすぐに開封できるようになっております。パウダーもこんな感じです。白いパウダーですね。うん、香りもミルクのような感じですね。で、よいしょ。で、こちらのね、シェーカーを、蓋を、ね、反対に回して、カチッと言ってから、しっかり締めてあげてください。泡立ちもね、ダマももうほとんどないですね。しっかりとシェイクできております。香りはね、本当にミルクのようなね、香りですね。それでは早速飲んでいきたいと思います。いただきます。うん。うん、うまい。どんな味に近いかというと難しいんですけど、ほんのりね、甘いスキムミルク、まあ、無脂肪乳、ほんのり甘い感じなんで、そこまでね、嫌な甘さじゃないんで、飽きずにね、飲むことができるフレーバーなんじゃないかなと思います。このままね、飲むっていうのももちろんいいと思うんですけど、個人的によく使う方法なんですけど、朝とかにスムージー作って飲むんですよね。フルーツ入れたり、葉っぱものの野菜とか入れたりして、シェーカーにガーってかけて飲むんですけど、まあ、その際にね、ナチュラル使ってあげると、本当にね、バランスよく味付けが、ね、できるフレーバーなんで、あとねブラックコーヒーとかに入れてあげてもね、ほんのり甘みがついてね美味しいと思いますし、料理とかなんかにもね使いやすい、すごい汎用性の高いフレーバーなんじゃないかと思います。ぜひね一度試してね飲んでいただければ嬉しいです。こちらのナチュラル風味に関しまして、モンドセレクションっていうのがあるんですけど、現在7年連続でね、最高金賞をいただいております。味の方にもね、自信を持って提供させていただいております。ビーレジェンドプロテインはもう国内製造なんで、国内でしっかり製造して、で、お客様の元に配送させていただいてるんで、品質の方にもね、非常に自信を持って提供させていただいております。で、さらに、朝9時までにね、ご注文いただければ、当日発送で、まあ大体ね、次の日であったり、まあその遅くてもね、2日後にはお客様のね、手元に届きますんで、ぜひね、ご注文いただければと思います。今日のね、こう動画見ていただいて、ナチュラル風味買ってみようかと思っていただいたお客様おられるかと思うんですけど、1キロ買うのがなかなかね、踏ん切りがつかないという方もおられるかもしれません。そういったお客様のためにね、1食 29g が入ったお試しパックっていうのが販売されておりますんで、1袋198円で販売させていただいてます。1袋から売ってるものもありますし、13種セットで販売させていただいてるセット売りもあります。ぜひね、気になるフレーバーがあれば、そちらからね、選んでいただいて、気に入っていただければ、1キロのね、サイズ購入していただければ嬉しいです。で、こちらのね、ナチュラル風味の味をね、星5段階でね、評価していきたいと思います。甘みに関しては、ほんのりね、感じる甘さですよね。長く続けやすい、ほどいい甘さですね。甘みは星2つです。酸味に関しまして、ほとんど感じることがありませんので、星はもう0となります。スッキリに関しまして、飲んだ後、そこまでね、くどくない感じがありますんで、スッキリもね、
星3つとさせていただきます。クリーミーに関しまして、スキムミルクとかね、無脂肪乳のようなね、風味をね、感じることができましたんで、まあ、そこまでね、強いクリーミーさではなかったので、星3つとなります。甘みが2、酸味が0、すっきりが3、クリーミーが3という評価とさせていただきます。ぜひね、ご購入の際の参考にしていただければと思います。ナチュラルの栄養成分表示ですね。1食 29g あたりですね、エネルギー 113.7kcal、タンパク質が 21.8g、脂質が 1.6g、炭水化物が 3.1g、食塩相当量が 0.1g、ビタミン C が 41.2mg、ビタミン B6 が 1.0mg となります。数あるね、B レジェンドのフレーバーの中で人気ナンバーワンのフレーバー、ぜひね、気になる方は動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼っておきますんで、ぜひそちらからご購入してください。ぜひね、私おすすめのね、スムージーナチュラルで作ってね、毎朝のね、ルーティンにしてみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。